今週のラインナップは、祭り特許ワンソウルテコンドー盛り上がってます、 J リーグ単価デビューあの人も観戦に、中学生生き合宿水泳自由形を制するのは誰だ、総合型地域スポーツクラブワンソウル .C 福岡の魅力をたっぷりお届け。最近日差しが強くて携帯がね試合中にバグっちゃうんで、松山さんが特許出願中のやりました。これがこれなんていうんですか、あの本棚に置くやつね。あるある。それにこれはで、これをつけて磁石つけて、はい、これで撮影で、これでどうなるかですね。今日持つか、はい、じゃあまた試合後にお会いしましょう。こんな感じです。どうでしたか90分。秘密兵器高音にはなりませんならない、ならない。フルで使える。使います。じゃあこれはぜひ全国のサッカー指導者の人、これいいですよ。これ特許取らずにいいかどうぞ。みんながね喜ぶことをね、はい、広めていただいてね、はい、こんな感じですよ。こう磁石つけて、はい、で取ってください。じゃあ、ワンソウルテコンドーの島田です。よろしくお願いします。テコンドーが韓国の国技ということで、足技、多彩で、華麗と鮮やかな、ま、格闘技です。ぜひお気軽に皆さん、ご参加いただければと思います。で、活動日は月曜、水曜の7時、夜7時から、9時までやってます。いつでも、体験歓迎いたします。よろしくお願いします。ちなみに島田さんは、はい、テコンドー歴何年ですか。テコンドー歴自体は20年ですね。ちょうど20年になります。ワンソウルテコンドーは毎週月曜日、水曜日の夜7時から9時、ペリハの市民総合体育館2階武道場にて行っております。ワンソウル会員様には特別割引もありますので、お気軽にお問い合わせください。 J リーグ単価係として2週連続高校生メンバーがスタジアムに足を運びました。この日はアビスパ福岡対横浜 FC の試合、お互いのベンチの真ん中に位置して試合を見ています。特等席です。スタンドにはルパンリーダーとサイディがいて、その隣にはイベントを終えた私森田美希もいました。この日は出番がありませんでした。お疲れ様でした。そして翌週、我々と同じチームからオレンジのアルビレックス新潟戦で、ついに短歌のお仕事がやってまいりました。日頃のフィジカルトレーニングのおかげで、短歌がグラグラになることもなく、選手を落とすこともなく、無事にピッチ外まで運ぶことができました。デビューしましたね。すごいね、短歌デビュー。感想をどうぞ。なんか重かったです。重かったです。一緒に、一緒やめろ。ごついっす。一緒やね。台風で延期になっていた中学生の行き合宿、小学生たちとお父さんお母さんに見送られながら笑顔で出航しました。天候にも恵まれ、怪我人病人が出ることもなく、最高の2泊3日の合宿となりました。カナダで一番大変だったことは何ですか。最初はちょっとコミュニケーションが取れなくて、それが大変だったです。カナダで一番楽しかったことは何ですか。友達ができるとみんな仲良くしてくれて楽しかったです。家族と別れた時に涙は出ましたか。出ました。カナダのステイ先の家はどうでしたか。珍しくてお米はちょっと硬かったけど
嬉しかったです。やばい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 、何これよ。2、4、6、あ8人と、あそこのヒロリーガーね、ヒロリーガー行きます。チャンピオン、ゆうたくん、優勝した感想どうぞ。今回の優勝は、いやいやでも水泳をやらせてもらっていたお母さんだったので、ありがとうございました。何年間水泳やったんですか？3年間ぐらいやってました。得意な泳ぎは？クロール。クロールで優勝したからね。チャンピオン、おめでとうございます。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。今週の We Are All One、 夏休みということで小学生中学生は長崎の壱岐合宿を全力で楽しんできました。高校生になると夏期講習や学校行事で夏合宿はありませんので、今この瞬間を全力で楽しんでいた子どもたちを見て本当に幸せな気分になりました。改めまして合宿にご協力いただきました皆様、誠にありがとうございました。ワンソールリップスにご興味のある方は概要欄の連絡先までお気軽にご連絡ください。ショート動画も始めましたので、いいね、チャンネル登録もよろしくお願いします。